笹津駅は、富山県富山市笹津にある、西日本旅客鉄道高山本線の駅である。本校では、かつて存在していた富山地方鉄道笹津線の、地鉄笹津駅についても解説する。当駅は、元来、富山系弁鉄道線の終着駅として開業し、それからは、神岡鉱山の輸送拠点として栄え、特に1915年4月には、 馬車軌道が開通してからは、当駅は貨物積み替えのために陰心を極め、駅前には多くの運送店や旅館が進出した。この馬車軌道は1923年7月21日に軌道法に係る軌道となった後、1927年3月7日からは三井鉱山の経営下となった。しかし、飛越線の当駅越中八尾駅間の開業によって、 笹津駅における、上岡鉱山の貨物輸送は、富山園と運賃が通算できる、国有鉄道にこし、1930年度の、富山鉄道の貨物輸送量は、飛越線開業前年の1928年度に、比して52.7%減少するに至った。さらに、飛越線あたり駅の谷駅間が1930年11月27日に、 開業すると、笹津駅まで伸びていた、三井鉱山の軌道は、東井の谷駅から、井の谷駅へと通ずるよう1931年9月16日に、路線を変更し、従来当たり駅における、発着貨物中の9割を占めていた、上岡鉱山関係の貨物はすべて、井の谷駅において扱われるようになった。このような経緯により、 富山鉄道線はついに廃止されるに至ったのである。島式ホーム一面二線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅となっている。北陸広域鉄道部管理の無人駅であり、駅舎内に自動券売機が設置されている。ホーム上には1933年春工の待合所がある。2005年10月29日に春工の現役舎は、 富山市のコミュニティ施設を兼ねており、かつての富山地方鉄道ささず線の跡地に立っている。駅舎は鉄骨平屋建てで、面積は約143平米であり、駅前にはバスロータリーや駐車場が設けられている。1990年までは急行の陸らの一部が停車したが、以降は当駅における優等列車の停車はない。2005年に解体された、 旧駅舎及び駅舎に接していたホームは、建物財産表に、対象3年10月と記載されており、富山鉄道が建築した建物とホームであった。当駅における貨物取扱いは、1984年2月1日に廃止された。1945年8月1日には、昭和運輸と日本通運の合併により、 日本通運笹津営業所が開業し、1946年5月1日には、支店へと昇格した。同支店においては、市として、笹津駅に接続する各専用線における貨物取扱いに従事していたが、1952年8月から開始された北陸電力の電源開発工事の、 関係によって、その工事完了の1955年3月までは、大量のセメントや、工事資材の取り扱いに反応を極めたという。1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、 鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。なおし島防石専用線は、上述のように、富山地方鉄道笹津線の開業とともに、同社の管轄下となり、笹津線には、 四季島つむぐ信号場が設けられ、その先の四季島防石工場内に四季島つむぐ駅が開業した。1970年10月1日現在における四季島防疫接続の専用線は以下の通りであった。富山地方鉄道笹津線の当駅は国鉄駅とは同じ構内にあるが、構内北側にホーム、駅舎ともに独立した設備を備えており、 駅名も、社名略称を監視地鉄笹津駅と名乗っていた。廃止時点で、単式ホーム一名に一線を有する地上駅で、同線の終端駅であった。ホームは、線路の東側に存在した。国鉄高山本線のホームとは、古線橋で連絡していた。その他貨物列車用の国鉄との十順線を一線、本線南と山方から東側に分岐し、 ホーム手前で、再び本線と合流する側線を一斉有していた。この側線には、四季島防石笹ささず工場からの、貨物列車専業であった出来6500軽電機、機関車出来6502号機が、運行時間以外はここに留置されていた。職員配置駅となっていた。駅舎は、国鉄の建物とは別に存在し、ホームに接していた。 開業時からの駅舎であった。地鉄笹津駅跡は、1998年時点では、笹津駅北側の自転車置き場及び空地となっていた。2007年9月時点では空き地だった場所に、大沢の町まで消防、第二分団の詰書所が建築されており、2008年時点、2009年11月時点でも同様であった。富山県東計年間と、 富山市統計所によると、近年の1日平均乗車辞任は、以下の通り、地鉄笹津駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。